それにしても、なんだか静かな村だね。観光地って感じではなさそうだぜ。自然たーっぷりでのどかないところにょん。こんなになーんにもないところなのに、誰があんたにご招待チケットを送ってきたのかしら。キーン、よーもわかっちゃったにょん。きっとご招待チケットをプレゼントしてくれたのは。してくれたのは、ごくり。ポコニャンさんと仲良くなりたいおっきな狼さんにょん。わお、メルヘーン。まあ可能性としてはゼロではない。ふふふ、今日もヨウムの名推理が冴え渡ってるにょんね。私思いっきり襲われたけどね。きっとそれは力加減をほんのちょびーっと、間違えちゃっただけにょん。ちょびっと間違えたレベルじゃなかったわ。今頃みんなで歓迎会の準備中にょん。美味しいお料理を用意して待ってるにょん。私らがその歓迎会のお料理にならなきゃいいけどな。その可能性もゼロじゃないのが困るところだよね。困るで済ませるあんたも大概だわ。歓迎会楽しみにょーん。会場はどこにょーん。歓迎会、してくれるかな。あ、扉が開いてるにょん。とりあえず行ってみるか。ここにもスイッチがあるのかな。そうかもしれないわね。探してみるにょーん。あ、ヨウム、待てって。ヨウム、マリサ。追いかけましょ。ヨウムー、マリサー、どこにいるのー。ヨウムー、出てこないとおやつ食べちゃうわよー。どこにもいないね。ねえ、ポコニャン、なんか変じゃない？マリちゃんとヨウムどころか、この村に来てから誰とも会わないわ。そうだね、まるで僕たちしかいないみたいだ。あり得るわね。ねえ、さっきヨウムが言ってたことだけど。歓迎会のこと？ご招待チケットを狼が送ってきたってやつよ。ああ、それがどうかした？目的はわからないけど、あながち間違ってないと思うのよね。ええ、でも狼だよ。狼がどうやって送ってくるのさ。それこそメルヘンな話になっちゃうよ。普通の狼ならね。でもここにいる狼ならできるような気がするの。私が一人になった時を見計らって襲ってきたってことは、相当知能レベルが高いはずよ。確かに、もしここの狼が普通の狼じゃないなら、ご招待チケットを送るのも朝飯前ってことだね。そういうことよ。僕も一つ気になっててさ。霊夢の真似が完璧だったんだよね。外見だけじゃなくて話し方とかもそっくりでさ、霊夢じゃないなんて疑いもしなかったもん。そう、あんたが見抜けないほどならよっぽどね。襲ったりせずに真似るだけなら全然 OK だし、なんなら私の代わりにあれこれさせてこき使ってやるのに。狼さんかわいそう。でも意外とそれが目的だったり。真似るのが？そうそう、だってもしも僕が狼だったら、もっと人が多いところに行きたいもん。狼のまま街に行くより誰かの姿で行く方が安全でしょ。一理あるわね。あれ？だとしたら、次のターゲットはマリサかヨウムかも。そうね、私の姿にはもう慣れるんだから、次に襲うなら別の人間だわ。大変だ、早く探さなきゃ。あ、ちょっとポコニャン、待ちなさいよ。みんなどこに行っちゃったんだ？三人合流してたらいいんだけど、とりあえずスイッチを探していくか。なんなら全部僕が押してみんなをびっくりさせちゃおうかな。きっと見直すだろうな。ポコニャンすごーい。私全然見つけられなかったんだが。さすがポコニャンさんだよ。という未来が見えます。はーい、1個目のスイッチが押されただと。誰だよ一体。いや、別にここは協力すればいいだけだし、活躍なんて二の次なんだからね。誰もいないから突っ込んでもくれない。っていうか霊夢ともはぐれちゃったし、どこに行ったんだろう。さっきから変な音がずっとしてるし。人狼村。もしかして今回も誰かが？まさか。ね。ちょっと待ってあれって。で、わーまさかの恐竜。やばい、かっこいい。ちょっと背中に乗せてもらおうかな。襲ってきたり、とかはしないよね。大水見て屋根に乗れたよ。って、そうだ、誰もいないんだった。早くみんなと合流したいな。あれからスイッチも見つからないしどうしたもんか。って、あれって恐竜の尻尾だよね。まさかだけど。奥まで行けたりする？これはワクワクが止まらない。で、はぁ、ちょっとマリサが倒れたって。え、ちょっと待って、前回みたいに誰かが人狼ってことだよね。楽しんでる暇はない。けどここは調べておきたい。そしてこの子は、恐竜の子供？こんなところにいたら危ないよ。ほら、僕と一緒に戻ろう。で、おぉ、なにこれ、ジップライン。あ、ヘルプってことはあそこでマリサがやられたのか。ってことはレイムかヨウムが。人狼ってこと？で、そこにレイムがいるじゃん。マリサのこと何か知ってたらいいんだけど。じゃあ、僕にはあんたが人狼だったのね。ちょっと待って、違うって、僕ずっとみんなを探してたんだし。そう言って油断させて可愛い私を食べちゃうんでしょ。んと可愛いって誰のことだ？私以外誰がいるってのよ。例えば僕とかさ。ちゃんと突っ込んでよ。いやもう今はそんなこと言ってる場合じゃないわ。それはごもっとも。
って、霊夢は本当に人狼じゃないんだね。違うってば。あんたこそ空から降りてくるなんて怪しいじゃない。あれはジップラインがあったから使ってみただけで。にょんにょん、やーっと見つけたにょん。では、ニョンヌ。どうしてそんなに驚いてるにょん。嫌だってマリサがやられたから。この中の誰かが人狼ってことに。ヨウムはずっと宝箱のスイッチを探してたにょん。僕も同じくだよ。いや、私だって頑張って探してたわ。まあ人狼でもそういうよね。あ、ちなみにヨウムが最初のスイッチを押したにょん。おおってことはヨウムは白か。いや、人狼でもスイッチを押せるんじゃない。結局誰が。私目線だとやっぱりポコニャンが人狼にしか見えないのよ。で、当時は化けの皮が剥がれたな。何言ってんのよ、この裏切り者。ちょっとレイムさんもポコニャンさんも落ち着いて。うわぁ、んダメだにょん、聞く耳持ってないにょん。あんた以外考えられないのよ。僕だってレイム以外考えられない。ほら、ヨウムも手伝って。いや、ヨウム僕が人狼じゃないってわかるよね。にょんにょん、まあいいわ、私一人でポコニャンを。そんな甘いパンチ僕にはかーん。はっはー、やったぞ、人狼を仕留めた。って、あれ、ゲームが終わらない。だから本当に私は人狼じゃないってのに。ちょ、ってことは人狼はヨウムだったってこと？違うよ、絶対にヨウムじゃないよ。ヨウム、白状しなって。え？ちょっとマリサさん。あれ、さっきマリサってやられてたよね。ヨウム、助けてポコニャンさーん。いや、ちょっと待って、僕混乱してて。このままじゃやられちゃうよ。あれ？ヨウムが人狼じゃないの？ああ、やられちゃったよ。待って、マリサはどうして復活を？最初にやられたはずなのに。そんな、嘘だろ。どうしてマリサが。君はやられたはずじゃ。ふっふっ、残念だったな、人間。本当にやられたのか、確認しなかったのがお前のミスだ。でも、あの時確かにマリサはダウンしてたはずだ。甘いな、我々人狼はたとえダウンしても、とどめを刺されない限り、自己再生能力で、何度でも復活することができるんだぜ。自己再生能力だって？私はあの時、自らやられたのだ。そして、時を待って自己再生をした。そう、間抜けなお前たちを欺くために。最後は、お前だー。うわー。くらえ。一戦突き、うわー、やられたー。ふっふっふっ。お前たちの負けなんだぜ。嘘だろ、すべて人狼の手のひらで転がされてたのか。脱獄ごっこプロ、みんなも遊んでみてね。ダウンロードリンクは概要欄にあるわよ。今すぐダウンロードするんだぜ。にょんにょん。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画を楽しんでくれた方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter もやってますので概要欄をチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。